皆様、こんにちは。前回までで文字に対してたくさん語ってもらいましたけどもね、今回からは、ここに出ておりますように、字形をやっていこうということで、甲骨文から漢字の世界の旅が始まりますけれども、ちょっとね、前回お話した、ここのところがポイントっていうところをね、パパンと、要約してやっていきたいと思うんですけれども、そもそもこのシリーズ始まったのはですね、我々が普段使ってる漢字、当たり前のところにね、感激しちゃうというね、そういうところから始まってますけどね、改めて見ていくとね、その当たり前すぎるところが、ものすごくユニークだったということはね、ちょっとずつ伝わってきたと思うんですけどもね、そのユニークさを伝えていくときに感じてたのが一つ、できる限りこれからも続き聞きたいんですけども、専門用語、タームっていうね、それらはね、もう中学生でも知ってる日常会話の言葉でね、徹底的にね、お話していきたいと思いますのでね、お付き合いくださればと思います。それで、まずね、字形に関してね、文字という言葉がありましたよね。文というのは、文の方、最初の方。これはね、象形された形。もう物をかたどったそのものの形。それで字というのは、それらをね、部品をね、言ってみればくっつけ合わせる、合成した形ね。それで生まれてきた字という言葉、そのものはね、生まれてきたものって意味ですからね。それで文字の進化とかね、もう文化の系譜っていうものがね、分かってきて、それでその文字をどんどんどん変化してた時に、まあ最終的に近代にね、焦点がね、もうできて、それはもう戦国時代までいっぱい使われたものが整理された形でね、まあ覇者となった秦の国のね、大典がね、基礎となってますけれども、そういった形で小典、大に対して小でね、まあ古代ローマの政治家で大加藤と小加藤って言いますけどね、もう加藤さんが2人いるからね、しょうがないと。まあ最初にあったものが大きい方、次は小さいということでね。それで大点小点っていうふうにつけた、まあ、同じような、その、ニュアンスというか ありますけれども。まあ、秦というと、まあ、大体古代ローマぐらいの時代ですからね。西方で言えば。ということで、少し関係あるかな っていう感じですけどね。それでね、もう一つ、時期ということで、ね、その中でね、君子ってお話しましたね。それはね、そもそもね、君というのは、訓読みとか言いますけどね、これは訓ずるっていうのはね、意味を理解する、解釈するって意味なんですよ。で、子の方は、言面がついてるに古いだから、昔のね、言葉って意味なんですよね。古語。昔に使われた言葉。それを、近語。今の言葉。それでね、解釈していくということでね。それで、まあ、日本語ではよく訓読みというのは、あれはね、意味なんですよね。その漢字の意味を、大和言葉で訓じてる。それで、もう一つ、音読みっていうと、音なんですね。それは中古漢語、隋とか唐の時代あたりからもう頻繁に日本と交流したから、その漢字の音を学んできて持って帰ってきた。それが音読みですけれども、まあ前回は、もう言葉の羽が飛んできましたけれどもね、最初、文様とか文心からね、文化、文明、そして、最後は、文人とか文画とかね、そういったね、もうグレイスフル、エレガントにね、行っちゃったと。最初はもう、ほんと原始的なところから始まってね、もうバーンと行った。それすごかったんですけどもね。それは漢字の意味の中にどんどん蓄積してって、漢字にはいっぱい多義になってね、字義が転義していましたね。転じて。もうたくさんなってった。で、それらは日本人は学んだわけですけども、昔中国からね、持ってきてね。で、訓読み。それと音読みに関してですけどもね、これはね、音韻。漢字にはね、音はあるわけ。これは、漢語の音ですよ。それは日本語とは全く違う、別体験の言語ですよね。で、その中でね、伝統的にね、漢字の音を最初の部分と終わりの部分でね、半分にぶった切ったと。それでね、記述した、すべてを定義しました。韻書がありましたね。それは、半切という方法で書いてありましたけど、それはね、その前半部分が、音。声母。ほいで、後半部分が陰というんですね。陰母。陰を踏むから陰母なんですよね。漢字の音なんかっていうのはね、
研究が昔から始まってそういった印象ができた理由っていうのは、美しい詩を作りたかった。そういうことなんです。韻で全部整理してある、そういった体系立てた本があれば、あ、この韻とこの韻は韻がうまく踏んでくれるから、あ、これ使おうかとかね、そういうことになるわけですよ、結局。それが非常にシステマイズされて、そういったきちっとした定型のね、詩ができて、それは詩とか、簡体には譜っていうのもありましたけれどもね。だから、そういった形でね、文化とか芸術に実は関係してたと。本当はね、学問としてね、どんどん調べてきたかったってことではなかったんですよ。本当に。詩譜って今言いましたけど、詩を作ること。それとね、書画、篆刻。それはね、字形なんかに関係してくるんですよね。その魅力的な文字にやっていきたいと。そういったね、芸術の中で字形やね、音韻なんか、筆、詩を作ると言ったら結局意味も大事だからね。だから結局全部3つはね、詩を作る、詩譜、書画、篆刻、それらの芸術ともう密接な関係がある。これは単なる学問的な興味だけじゃない。本当に意味のある探求だということもね、もう力説してしまいました。これから我々がやっていきたいのはね、字形ですけどもね、一つ、大事なことありまして、この間ね、もう実はたくさんね、こんな方言がある、あんな方言やりましたけどもね、これらはね、言語学者がね、もう一生懸命、もう、辺鄙な山の中まで入ってってね、これは、どういう意味なんですか、何ですか、質問攻め。もう、質問しまくってね、もう一個一個ね、調べてくれた。そういったね、ものすごい膨大なデータがありましてね、それがあるからこそ、我々が考えていけるっていうことでね、もう、そういったことを調べてくださった先人たち、言語学者に感謝する。ということでね、今回からずっとやってきますものもね、もうものすごい数のね、要するに、甲骨文や気分からずっと漢字見ていく。今もう画面にあるから皆さんもう、これなんだなって気になってしょうがないかもしれませんけどね、すべてこういったものは文物というね、そういったものをね、もうずっと伝えてくれたりね、見つけてきてくれたということでね、探求はね、もう一人だけじゃできない。ものすごい数の人のね、努力と知恵の結晶によってできてるってことをね、まず、身を染みて感じる と思うんですよね。それがね、ケーファースニーカーです。中華文化、系譜でたどる。そういうことでね、まずね、今私申し上げたね、詩譜と書画と篆刻と言いましたけどね、まあ、音韻楽とか、訓誇の方はもっと後にやりたいと思いますけれども、書とか、絵とか、篆刻などがね、本当に漢字というものをね、知っていくことによって、ものすごくね、本当に感じられるっていうことがね、わかると思うので、その話がこれからシリーズでずっといくということでね、少し期待させてしまいました。ですけども、もうね、まずね、文字はね、生きてるということ。これはね、金銀青銅ということでしたけど、これはもともと画論から来てると。昔から中国ではね、書と画、これはね、密接に関係あると思ってるわけですね。結局両方とも筆で書くわけですからね。だからね、書画とかのね、篆刻の極意っていうのはね、結局はね、線が命ですと。それをね、読み解いていく。その線とね、会話する。そういったね、線がね、語りかけてくる。そういった感覚というものをね、これからやっていきたいと思うんですよ。というのは、結局、漢字のユニークさの中では、ものすごく線的な骨格構造やね、部分の強調があるというお話しましたけどね、細かい線の動きとか流れもあると。それが、もう本当に、書画や篆刻の極意じゃないかと思うんですよね。ですからね、本当に、書画というのは結局、筆やもしくは、咽頭、刀で書くわけですから、線で描かれてる。だから、我々はこれからやろうとしていることは、漢字と友達になりたいということなんですよ。というのは、こういった、もう最初の、今知られている最初の一番最初から使っているときに、もうその時その時の当時の人と同じように漢字とかね、その表現、それらをね、体とね、もう反応しちゃうというね、そういうことなんですよ。本当にね、筆法とかね、もう国宝とかね、筆の使い方、籐の使い方など、
とかね、作品作りにおいてもそうだし、まあ、結局、そういうものを見る目がなければ作れないわけだから、作品を。その見る目を養いたいっていう気持ちからね、始まってるわけですよ。だからね、それはね、まだね、外から見てるんですよ、漢字を。じゃなくて、最後はね、漢字とね、友達になっちゃうっていうのはどういうことかというとね、もう外から見るんじゃない、中から湧き上がる共感、それをね、漢字とね、一体感、それがね、大事じゃないかと。これがね、本当に漢字の、漢字だけじゃないか。もう芸術もそうだし、もうね、何でもそうです。もう、極意じゃないかと思っております。人生の極意かもしれない。それの方がね、豊かになりますよね。人生がね。というわけでね、ケーパーガスニーカー、人生豊かにしたいという気持ちからやっております。それから始まりましてね、まず、ここに、ある、これなんだと言いましたらね、もう漢字をじゃあ、文字の形を見ていこうと言ったらね、一番最初のね、状態ではね、どうやってじゃあね、象形をしたのか、形をかたどったのか、それをね、見ていきたいなと思ってね、用意してまいりましたと。馬と虎がいる。これどうしてたかと。これ今、現代のね、中国語でね、馬と虎って言ったらね、まあまあ、ふうふうっていうのはね、大雑把とかね、適当って意味なんですよ。まあ、これジョークですよ、これは。馬と虎を持ってきた理由として。本当の理由はですね、象形文字と言ったらね、馬とか虎っていうのがやっぱり、もう、一番のですね、象形文字の中の象形文字だろうということでね、たまたまね、私、たくさんの高校通文のね、脚本ね、いっぱい見てましてね、その中でね、印象深かったのがね、虎で馬。さらに、この玉。中国はもう本当にもう、漢字ができるよりも、ずっと前からね、洋書文化って言いますけどね、もう玉が好きだった。ものすごく好きだった。で、そういったね、中でね、虎とね、馬がね、玉であるんですよ。で、それを見るとね、本物の生きてる馬とはね、かなり違う、デフォルメされてるんですよね。それで表現されてる。生きてるものなんかの形をかたどるっていうのは、まあ、どのね、文化圏においても芸術の起源ではありますけれども、中国見るとね、もう最初からね、この、例えば馬なんか見れば、これ、目が強調されて、ものすごい。これで、尻尾。あと、たてがみ。こういったね、部位ですよね。で、耳もある。それで、口、足。ということでね、こういった形でね、実際に生きてる馬よりもね、線的にはあるんですよ。非常に面積はあるけど、結構狭い。で、こういった部分が足とかね、こういった突起した部分とか、ある部分、目なんか、目だってこんなね、目してないですよ、本物の馬は。だけど、これ、ひっくり返して見ていただくとね、臣っていう感じありますよね。あれなんかはね、これ、180度ビーンってひっくり返してもいただければね、これもそうですけどね、反時計回りにしていただければね、臣っていう字もそうですけど、あと、目という字もそうですよね。だからすごいね、こういったね、部品っていうのがもう同じ、文字と同じように対応してあると。これすごいびっくりしちゃう。で、この虎の尻尾のね、模様なんかも付け方なんかも、こう非常に似てて、非常に玉で作られたものと文字で語られるものが似ている。それがすごくびっくりしました、私もね。意外と文字だとね、文字ばっかり調べちゃうんですけどね、実はね、当時のね、こういった美術品との関係っていうのが非常に面白くてね、一つ、当時の人が、そういった動物をどういう目で見てたのかが分かるということでね。で、ここにあるのが金文でもね、この間、私、俗、長と言ってしまったけど、俗奇って言うんですけどね、安徽省の奇なんですけども、ある一つのまとまりですよね、グループのトーテムみたいなね、そういったシンボルとしてね、こういった動物なり、いろんな動物以外もあるんですよ、いろいろ。あって。それはね、金文の中でも、文字の中で出てくる金文よりも、こちらの方の、方がまだですね、かなり元の動物の形に近い形で残ってるんです。言ってみれば、この玉で作られた馬や虎との文字との中間ぐらいのね、様子なんですよね。と見ると、かなり特徴というのがね、この耳かな、これは。とかね、こことかね、いや、あるんですよね。非常に似通ってる。ここのたてがみの感じだってすごい似てる、これ。本当にびっくりしてます。あと、文様。で、そういったものの間ぐらいのところを見るのと、
もう一つね、それはもうこの辺りまでしちゃうと文字になっちゃうんですね。どん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 。私はこの並び方は少しずつ簡略化が進んでいく。逆に言えば、この面積が減ってんですよね。このね、これ最初面積あるんですよね。面積がね、どんどん減ってね、ぺちゃんこになって、最後、一本の線になってる。ここが一本の線になってる。ということがわかる。で、ここもそうですよね。もう一本の線ですよね。こうなっちゃったらもうこれ馬だっていうふうに一回聞けばわかるけれども、初めてこれ見た人にこれなんだと言ったら絶対馬とは見えない。ね、そのぐらいね、抽象化されるんですよ。抽象度がどんどん高まっていくように配列しておりまして、ね。こっちからね。で、このね、甲骨なんかでもね、これは特殊でね、文字の中に出てこなくて、ね、なぜか知らないけど、一つの拓本を見れば、文字と言っていいのか、虎だけは 一つだけポンと出てくる。で、見るとね、このね、網やみさんになってね、ここのね、ちょうどね、体のね、模様がね、よくね、こう線で表してるんですよ、これすごく。それで、面白いのが、ここの部分ですね。やっぱ耳でしょうね、これね。ここの、全部ね、共通してますよ、本当に。それで見えてると。で、尻尾ですよね。で、面白いことがもう一つ、この手のね、この形がね、人間の手の形で、もう股っていう字もそうだったり、結構この手はいっぱい出てくるんですよ。甲骨文の時代から。なのに、この甲骨文の手とね、非常に虎の手もね、同じように様式化されてるというかね、同じ形で手はもっと本数あったっていいのに、この、こうあって、一番上の外と中と骨のこの部分ってこういう形で手になってるっていうこともね、言えて面白いんですけどね。この手もね、人間の手としてね、この形で出てきます。金文で。ということで、で、こういった形になってしまいますね、最後ね。本当に、こういった形で訳されちゃうこともあります、人間の手も。だから、逆に言えば、虎だろうが、人間だろうが、この、抽象化のされ方は一緒だということでね、非常に面白くてね、この網だって減ってる、どん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 。そうすると、どん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 これが、こっちみたいに線的になって、ぺっちゃんとこうなっていくと、どんどん文字に近づくわけですね。もうこれは文字として使われてる。これは、族記、シンボルマークとして使われてる。で、これは擬国って言ってね、遊んで国したっていうね、いうことでありますけれどもね、ものすごくこれ見ても感じるのがね、耳があってね、耳はいいけれどもね、これだって相当これ、抽象化されてますよ、これ。口でしょうね、ここはね、これに対応するっていうふうに見れば。で、目は、ここは目はあんまり強調しないけども、目が大きい。もう頭の面積がなくなっちゃって目しかないっていうね。で、ここの首が一本。これよく見れば、すごいですよ。こんな、これで、こうあって、こうなってね。これで、下のね、このね、毛のところのね、もう糸っていう字とかの房なんかのね、一番最後の下のね、ふわふわになってね、ほぐれちゃってるような感じ。そういうところと同じ表現なんですよ。つまりこれは、たくさんの毛があるようなものは、こういった風に抽象化されるって。これは馬の尻尾でも、糸の端っこのほぐれでも、同じように、筆っていう字もそうなんですけどね。これもね、こういう形でなる。これすごいね、抽象化のされ方としてはね、非常にね、システマティックだと。象形文字、ああ、動物の形かたどったっていうふうに思いきやね、かなりシステマティックだと。かたどり方がですね。その、本物の実体物と、まあ、族記というと図章ですよね。図章なり。文字といえば、符号ですよね。そういったね、本当にね、たてがみのもう3本になってね、抽象化されるって、こういったことがね、まだここはちゃんと体はある。でも足がもう1本になってるっていうね。これです。どんどん進んでいくとね、これがね、まあ、これとこれは近いかな。足がこうなる場合もある。酷使してる場合もある。これほとんど似てる。だけど、ここまで来ちゃうともう本当に 線になっちゃって、馬かがわかんないぐらいね。で、ちなみに、今、馬って書くので、横にピンピンピンって3本出てるのは、このたてがみのこの部分ですよね。で、下の、てん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 のうちの1本はここで、てん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 の部分がですよね。今でいう楷書に、もう、相当その後までいろんなことが起きるから、かなり大雑把に言えばですね。ということで、ちゃんと字形構造は、この我々の馬にまで引き継がれてるということは言えるんですけども、虎に関してもそうですけども、そういった形でね、まずね、線で、かたどるときには、相当これはね、強烈にね、抽象化されていくときにね、特徴があると。これで言えば、人間の目が大きいものがこういった形になったり、
こういうなんかね、我々が使う目という字はそうですよね。これ、反時計回りに90度傾ければ目に ですから。ということでね、本当に人間だろうが、動物だろうが、物だろうが、同じような形、ものは同じような形で抽象化される、線的になるということが分かってくれたと思います。ですから、これからずっと見ていく、この線のね、ちょっとしたこのね、この動き方、この流れ、これはね、漢字は究極的に線的になっちゃってるわけだから、ちょっとした流れが変わっただけで全然そういうふうに見えなくなっちゃうわけだから、こういったものを見たりね、実際に自分でじゃあ、篆刻とかを作る書で書くとなった時には、もうこの本当のこういった動物よりかなりデフォルメがされた形、このどういう仕組みでデフォルメされてるのかがもう身に染みで分かってないと、元の甲骨文や気分とはもう全然違うものになっちゃうということでね、本当に線の細かい流れっていうのが、これだけ抽象化されたがゆえに重要になってきてるということが言えると思います。で、ちなみにね、いつもね、文字と言語は違うということをお話していましたけども、言語の方から言うとね、一つうまく峻別しておく、区別しておくことにね、申し上げたいと思うんですけどもね、この我々馬って言いますけどね、これ虎と言いますけどね、この馬っていうのはもともとね、上古漢語ではね、ムラーって発音してたんですよ。で、しかもね、それがね、チベット語、もう調べちゃいました、私も。ルバングっていうし、もうビルマ語だとムラング。それを全部まとめるとね、肝臓語まで行くと、クムランから来てるわけですけど、まあ、日本人はね、かなりね、古い時代にね、その漢語の音と接触して、もう和語みたいになってる。大和言葉みたいになってしまってるけど、馬っていうのは。やっぱりこの、ムラーから、馬っていうところから来てるんですよ、馬は。それで、しかもこの虎っていうのもそうなんですけどね、もともと馬と虎っていうのはね、日本にいなかったんですよね。だからね、知らなかった、日本人は、昔の。それで、この虎に関してはね、上古漢語はね、クラーっていう音なんですよね。それでね、ビルマ語だとクヤーってなってるし、イゴって言ってね、中国のもう四川省の南の方にあるのでね、ラってなって、もう、もう、K とか前の部分落っこっちゃってるけどしよう。で、これもともとね、オーストラリアから来ててね、それはもう中国の南の方にいた、もうクラーって音だったら、そこからで漢語が昔のね、外来語として入ってきたんじゃないかという説があって。だからなんかみんな虎と似てると。ほいで結局、上古漢語のクラからね、虎が来てるというふうにね、感じました。だから昔からこの馬に関しては、かなり古い中国からっていうことはね、言われたんですけども。そういった形でね、楽しく文字と言語 やってまいりたいと思います。甲骨文で、金文で、この動物がどういうふうにかたどられたとかってお話しましたけども、気づいたことがあるんですよ。やっぱり甲骨文っていうのはね、ここに今もう出てますけどね、これは大枚のね、亀の甲羅、もしくは骨、甲骨ですから、そういったね、まあ、ある程度柔らかいというね、ようなね、表面に、このね、殷の人たちが住んでた場所、首都だったところ、滅亡した時にですね、そこでね、玉、青銅でね、刀がね、黒刀、出てきちゃった。これで刻んでた。っていうの分かるんですよ。これね、今のね、篆刻のね、刀とね、印刀と言いますけどね、印の刀。似てるって言うんですよね。非常に似てる。まあ、これはそう、むちゃくちゃシンプルだからね。そんなに 変わりようがないんでしょうけれどもね、似ててね。それで見ますとね、国したる。で、私が先ほどとか、これからもね、見ていくのはね、基本的にはこの拓本。この上に紙貼って、ポン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 って墨で、それで写し取ったもの。それを見るんですよね。見やすいですからね。白黒で反転して、もう字が白く浮き上がってくるから。っていうことですけども、本当はこういう形でね、彫ってあるということが言えるんですよ。だからね、こういった風にね、甲骨の拓本をね、たくさん見ていくんですよ。そうすると、漢字とお友達になれるんですけどね。で、そこでちょっとね、一つ見てみたいんですけどね、ここではね、面白いことにね、こういった甲骨というのはね、占いに使われたんですね、これは。その占う内容であったり、その記録であったり、結果であったり、そういったことが刻まれてるんですけども、不思議なことにね、ここのところでね、刻んであるものを見るとね、まあどっちでもいいんですけど、まあこっちで言いましょうか。実物があるから。まあここに私はね、その釈文と言って、もしくは釈文と言って、今の漢字にどういうふうに書いたのかを直したんですけどね。そう見ますとね、
まあ、これは干支ですよね。カノエの鳥に占うというふうに書いてありますけどね。これ占った人の名前ですね。ヒンという人が占った。で、これ占うというのは、叶えっていうね、青銅器の形から来てるんですが、これ音を借りて書いてるんでしょうけどね。で、占った人の名前。で、その後にね、このね、3個の文字に関してはちょっとね、今の感じにこれ直していいか微妙なところあるんですよ。もう一つ言いたいことはね、甲骨文の時代にはあって、ある程度今の漢字とは部品は似てるけれども、もう後の時代に漢字に引き継がれなかった事件も結構あるんですよ。つまり、子孫が絶えちゃった。だからそういう場合は、どういうふうに、例題というんですけども、隷書に直すという、まあ、隷書というのは今でいう楷書ね。今でいう我々の文字に直すってことなんです。平たく言えば。したときにね、直しにくいっていうのもあるんですよ。でも、この字は災いだっていう字だっていうのはわかる。だから、これ見るとね、こちら側の文章とこちら側の文章でね、これ見てみますとどうでしょうね。この赤で書いたところはね、これ、なかれと読みますよね。普通っていう字はね。それで、これですよね。その字は、これとこれですね。この2字ね。でね、半語のように書いてあるんですよ。こっちは災いがあるのか、ないのか。っていうふうにね、尋ねてる。必ずね、この甲骨、これすごく私、これ選んできたのはね、壊れてないんです。1枚のちゃんとね、残ってた。バラバラなんです、ほとんど。もう、甲骨文っていうのはもう、土の中から出てきた時には。なのに、これ綺麗に残ってたので、わかるんですけど、すごくいい標本としてね、持ってまいれた。上で見るとね、必ず大体ね、この半分で、ね、左右対称にね、してね、しかも字がね、反転してる場合があるんですよ。要するに、こっち側とこっち側でね、鏡写したようにね、ここでちょうど。っていう形でね、見るとね、こっち側とこっち側で内容的にも逆のことが書いてある。言ってみれば、シェイクスピアのto be or not to be みたいなね。うん。あるのかないのかとかね。そういうことですよね。反語的に書いたんですね。それで面白いんですけどね。で、私ね、これ面白い。今度またね、しつこく言います、これ。文字の形とね、言語というのはね、それは言語を書いてるわけです、この文字は。だけれども違う。語源なり次元は違うということでね、この仏っていう字でね、面白くてね、ちょっと調べちゃったらね、上高音だと、ブッって読むんですけどね。で、これはね、不可能の不。あれはね、上高音がプなんですよね。それに t がついただけじゃないかと。これで、かつね、否認するの非っていう字ありますね。あれも否定するの非だから。あれはプ、ね、グロータルストップで、ノートの音で止める。これで、かつね、非常の非。あれもね、否定するますよね。非常というのは常じゃないから非常ですね。プル、L がついてるんですよ。あ、全部 P に、うっていう音がついてる。それの最後の語尾のね、サフィックスって言いますけど、接尾辞。それが違うだけだと。全部語源的には一緒だと。これらの漢字は全部上空漢語では同じ言葉から派生して作られた単語じゃないかと。もう一個ね、なくなるという漢字。あれはね、マンって読むんですよ。それで、無、ない。これもないですけどね。まあって言うんですね。これで、なかれ。母みたいな字。あれ、母から借りてきた字ですけど、あれもね、まあなんですよ。これで、しかもね、ふつっていう字あるでしょう。なかれっていうね。まあ、接吻の吻の口を取ったもの。あれは、むどなんです。これで、今度は、未定とかね、みっていう字がありますよね。あれはね、むずなんですよ。っていうふうにやっていくとね、なかれでも、ばくっていう字がありますよね。あれはね、マグなの。それをね、見ると全部ね、M で始まって、でも今言ったこの普通の場合は P で言ってる。M 系と P 系がある。古い上古漢語には、M というところから始まるものと P で始まるものがあって、二つあるんですよね。で、面白いことにね、この P で始まるこの普通の場合は、これはね、原始、タイ語なんかと関係あるんじゃないか。だから要するに、南の語族の方に関係してるんじゃないかと。それで、M の方のね、例えばチベット語だとマーなんですよ。ビルマ語もマーなんですよ。同じなんですよ。で、今の中国語でね、何とか何だすかっていうのはね、マーってつけるでしょ。あ、M なんですよ、みんなね。それで、しかもね、もうどんどん盛り上がっちゃってるけどね、さらに、シャマって、今の中国語で、何ですかのね、マ、最後 ME。これもそう。否定詞から来た疑問詞。よく疑問するときには、じゃないかとかね、言いますよね。それと一緒ですね。シャマっていうのは今の中国で言う。で、広東語で言うね、モーっていうんですけどね。これはあるっていう字のね、中のね、日本線をね、抜いちゃったっていうね。で、ないっていうふうに使ってるっていうね、変な感じ作っちゃったんですけどね。少なくともそのね、M 系はみんなね、
これはね、やっぱり原始漢語ではマーにね、それに対してね、そのサフィックスがくっついてる、接尾詞がくっついてる形ということでね、この否定詞だけを見るだけでもね、文法的な機能をね、確保ができたっていうのは、つまりそれは当時、これは近かったような発音のもので、字を当ててるんだよ、カシャした。それのね、一個のすごいいい例でね。で、今私が申し上げた漢字の一個一個について次元言ったらもう長くなっちゃうから、少しおいおいね、出てきた時に、もしくは皆さんご興味持ったら調べていただきたいと思いますけれども、そういった形でね、全部違うね、漢字当てられてるんですよ。形でかたどったものを。というわけでね、言語と文字というのは特にこういったね、文法的なね、否定詞っていうのはね、象形文字は難しいわけですよ。だったら音借りてきちゃえって言った時にいろんなところから借りてきてるんですよね。全部違う。この流れっていうのはね、物をね、縛ってる形だっていうふうに言われてるんですね。縄でね。己っていう字、木っていう字がありますけど、それの部品が入ってるから。で、棒が2本縦にあって。ということでね、ちょっと話が聞きましたけども、本当に何回も私は申し上げたい。文字と言語は、同じように使われてはいるけれども、そういったくっつかず離れずと関係があるということですね。もう見えてこれたと思います。